フルーツキラリ中野瑞希です。私は現在45歳なんですが、33歳だった2009年9月28日から実験的にフルーツ中心に 99.9% 果実だけの食生活を続けています。この間お肉やお魚はもちろん、ご飯やパン、豆や芋、葉野菜や根野菜も全く口にしていません。お水やお茶やお酒も飲んでません。だから乾いた喉を潤すためにも毎日2キロくらいのフルーツを食べています。フルーツ以外ではトマトなどの果実野菜や栗などのナッツも食べます。果実中心の食生活を送る人のことをフルータリアンと言います。フルータリアンは一般的にお肉やお魚なんかの動物性のものは一切食べません。だからフルータリアンって果実に極振りしたベジタリアンやビーガンとも言えます。フルータリアンといっても葉野菜や根野菜などを食べる人もいます。でも私は果実にこだわってるんで、果実以外のものを極力体に入れないようにしてます。お水やお茶も全く飲まないから、世界的に数が少ないフルータリアンの中でもかなり厳格なフルータリアンだと言えます。こんな食生活をしてるんで、日本のテレビ番組にはこれまで50番組以上出演しました。日本以外だとブラジルや韓国のテレビ番組でも取り上げられました。少なくとも私は日本では一番有名なフルータリアンです。宗教や病気の治療やダイエットが目的で仮食生活を始めたわけじゃありません。私は一消費者ですが、健康や環境のためにももっとフルーツを食べてもらいたいと思ってます。そのためにフルーツの体に及ぼす影響とフルーツの理想的な食べ方を調べるのが目的です。あくまで自己責任の人体実験なんで、私と同じ食生活を広めたいわけじゃないんです。知識がないと本当危険なんで、安易に私の真似はしないでほしいと思ってます。実験なんで毎朝身体測定をして定期的に健康診断も受けてます。食べたり飲んだりする全ての重さも測って摂取している栄養を計算しています。ここ数年は毎月腸内フローラを調べてるし、不定期で FGM を使った血糖値計測も行ってます。私にとってフルーツは水代わりであり主食でもあるんで、毎週大量のフルーツを買います。果実だけで栄養バランスが良くて自分にとって美味しいと思える料理を作ってます。できるだけ捨てるところを少なくしたいんで、切り方や使い方にもかなりこだわってます。なのでこのチャンネルではフルーツの買い方や切り方、私のオリジナルの果実料理なども紹介します。私には果実食を教えてくれる先生はいないんで、一人試行錯誤を続けてきました。でも普通の人とは全く違う食生活をしてるからこそ分かったこともたくさんあります。健康や美容に関心のある方やヴィーガンやベジタリアンの方にもきっと役立つ情報が多いと思います。よろしければチャンネル登録お願いします。またフルーツについて根拠のある情報を得たいと思われる方や、日本のフルーツ事情に関心のある方は姉妹チャンネルの戦うフルーツチャンネルの登録もお願いします。